はい、こんにちは、ケソです。はい、どうも、ハネムンです。さあ、本日はこちらサムライブリンガー、という、まあ、かなり新しめの、ゲームなんですけど、まあ、日本版のヴァンパイアサバイバーなんて言われてたり、結構似てる、ヴァンサバに似てるところがあるらしいんですね。まあ、そんぐらいしか私情報ないですけど、ね、とりあえず新しく始めていきたいと思います。はい、太陽神アマテラスを姉に持ちながら己の力を持て余し暴れ回るスサノオ、はい、はい、なおスサノオ、その日スサノオは神々の住む高天元を追放され、妖怪がはびこる中津国、アマテラスがスサノオを下界に落とした本当の理由はまだ誰も知らない。なるほど。さあ、スサノオがなんか暴れ回ってたらしいけど追放されて、じゃあ私はスサノオなのかもしれないな。なるほどね。さあ、おお、倒れてしまった。おお、がたいのいい村娘が来てくれましたね。ああ、いいね。腕ふっと、大丈夫ですか、おにぎりをくれ。こういう時はお、でっけえ、でかいね。あ、ちゃんと、でもやっぱこういう時はおにぎりだよな。おー、ああすごい、おにぎり1個で全回復。クシナだ。ああ、クシナだか。はいはいはい、驚いてる。なんだこれ、マガタマ。ああ、そうだね。ありがとう。マガタマにかしらおにぎりのお礼にマガタマね。ああ、なるほどね。時は経ってみたいな感じですか ね。なんでこんなところで倒れてたんだろうね。あ、もういい感じになってんのかな。ああら、ああ、ヤマタノオロチ。そうだね、ヤマタノオロチの生贄になる。なるほど。うん、クシナダがオロチの生贄になるから、それを聞いたスサノオは倒すと、オロチを倒しちゃうと。こいつは誰だ。私は明日ヤマタノオロチの元へ行きます。おじいちゃん、わしにはどうすることも。今まで本当に幸せだったわ。あー、きゅうびー。あー、これヤマタノオロチか。これヤマタノオロチの、ヤマタノオロチってヘビじゃないの。ちょっと違う。これはなんかヤマタノオロチを守る四天王みたいな。ああ、八人いっぱいいるけどね。ああ、おじいちゃんぶん殴られて殺されるのか。お、ああ、おじいちゃん、娘を助けてくれと。やるぜ。なんと、ほう、我が娘を助け出してくださるとな。何かくれ。あ、何かくれ。もなしか。ああ、いきなり始まった。ほうほうほう、提灯。動かして攻撃してって感じかしらね。はいはいはい、光の渦の底、ヤマタノオロチがいると言われている。ほう、提灯お化けをすべて倒せば道が開けるはずですじゃ。はいはいはい、どうでしょう。オラ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 。もういい、かっこいいじゃんね。ビカ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 して、いかんの。あ、ここ入ればいいのか。うん、びっくりした、飲み込まれちゃう。進撃、敵の攻撃かと思ったわ。さあ、おお、いっぱいいるね。敵が出てきた。この紫の上で叩かなきゃいけないのかな。最初雷、雷がこいつの能力なのか。うん、まあ、ヤマタノオロチに負けて能力奪われてスタートだろうな。めたいというか、もう完全にそうっぽいもんな。うん、だっていきなりこんなビカビカ持ってるわけないもんな。うん、絶対一回没収されるよね。うん、さあ、どんどん敵を倒すことに死体落ちてって。そうね、あと一回ぐらいかな。お、いるね、いるね、ヤマタノオロチが。うん、あ、クシナダが、おお、食われてしまう。ああ、マガタマ食った。そうだね、マガタマ食べたね。さあ、いきなりラスボスみたいな、まあ、ボス戦が始まる。あ、始まんねえなこれな。あ、もう殺されました。始まる前な。あ、始まるわ、始まるんだ。あ、残りライフ200しかないけどSP、 SP なんで200しか、なんで200しかないんだろうね。マックスが200なのかな。そういうわけではなくて、でも全然食らわないね。いけそう。勝て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 。え、
あ、お前落ちたな今。穴に落ちると結構食らう。あ、そういうこと。あと1。まかたま回復じゃねこれ。あ、回復なのか。あ、違う。あ、あ、ダメか。あ、なんか一人倒れてるやつがいる。あ、まあまあそうだよね。はははは。スサノオともあろうものが、ヤマタノオロチ乾杯してもう頼う。アマテラス。力まで生まれてる。あ、俺を追放したやつか。ほう。嘆かわしいことじゃ。マガタマの力でクシナダはまだ生きてるようじゃの、はい、しかし今のお主ではヤマタノオロチに勝つことなどできるはずがないぞよ。助け出すには力を回収するだけでなく戦技が必要じゃ。あ、エルデンリング要素ね。エルデンリング戦技といえばエルデンリング。憎くて可愛い弟のためじゃ。あ、一肌脱いでくれる。スキルツリー解放か。時の狭間から戦国時代のお侍様をたくさん召喚してやるぞ。なるほど、ね、そういう感じ。あ、戦の心よ、まだに戦技を学んでくるのだ。お行きなさいなのじゃ。あらー、こいつのテンションがあんまりこのストーリーのシリアスさに合ってない。そうだね、うん、語尾もダメだしな。あ、チュートリアル始まったよ。あ、ほんと。あ、SP と1ポイント少な。ほんとだ、200しかない、うん、誰だろうこいつ。この大地で心得と戦技を学ぶ、はい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 、足軽足軽、はい。ああ、もう雷ビリビリもなくなってしまったわ、ね、クリティカルも出たね。巻物が、はい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 。ああ、スペースじゃないと拾えないんだ、ね、ああそうなんだ。えい、波動波動、なぎ払いなぎ払 い、ジャンプジャンプ、え、ジャンプすら持ってねえんだ。あ、そうなんだ。拾った巻物の1でメニューね、うんうんうん、メニューを開く。えい、戦技の巻物を装備するアクションビルダー。なるほどね。 JKL めたいなこいつ。ああうーん、なるほどな。キーボード、はい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 。各機の下にあるウィンドウが一つの戦技になっておる。今は J に3つの攻撃。なるほどなるほど、はい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 、同じように L にはステップが割り当てられている。ああ、なるほど。じゃあ、はいはいはい、L を攻撃にすることもできるんだ。はいはいはい。はあ、はあ。メニュー側のストックスキルウィンドウは現在所持している巻物の一覧。巻物の横の数字は使用可能な数を示している。はいはい。カーソルジャンプに合わせて J を押してみる。そう、こいつジャンプすることも忘れちまったか。はい。ジャンプを思いました。なるほどね。ジャンプができるようになった。はいはいはい。まだアクションビルダーを開く。さっき全部伝えろよ、はい、ねえ、教えとけよな。空いてるキーに新しい戦技を追加してみると。うん。いいでしょう。セミコロンウィンドウにな。なぎ払い。J を2回押す。1回、2回。レベルが上がるのか。ほう。あ、違うか。なぎ払いが2つ入った。ほう。カーソルを波動に合わせて J を1回押す。はい。なぎ払い、なぎ払い波動。ほう。新しい戦技が使えるようになった。どういうこと？これ、組み合わせと入れる回数によって変わるってことか？あー、ぽいね。うん。やってみよう。これ、ステップだわ。なぎ払い。ああ。なぎ払い波動が出るようになってる、ね。なぎ払いと波動ね。はい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 。ああ、なるほど。あ、逃げ決めのなぎ払いと異なる戦技だったの。回転して斬撃を放つかっこいい戦技じゃ。戦技の巻物を組み合わせた効果で。なるほどね。巻物は組み合わせ方次第で様々な戦技に変化する。はあはあはあ、戦技が変化するだけではない、はい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 、武器が大きくなったり炎をまとったり、さまざまな巻物が存在するのじゃ。組み合わせは自由じゃよ。はあ、JKL セミコロンダイナにな。なるほどね、はいはいはい、侍衆からたくさんの戦技を巻物を入手して最強の戦技を作り出し、連続技ね。あ、なるほどなるほど。これはちょっと技を作るっていう面でも面白いな。難しそうね。猛将、猛将、猛将を倒そう。いや、猛将。真田幸村だ。ああ。真田幸村、急に出てきた。一面のボス、真田幸村、ね。そんなことある。
でもこれ連続技はどうなの。連続技、うん、これが連続 JJ のそれその後 JJJ からなんかいけないの。あ、やってみようか。さっきのやつ繋がるかな、うん、JJJ 足の弱真田幸村弱真田幸村スサノオには勝てんか。さすがにな。あー一人で増えるのね。なるほどなるほど。あ、装備なるほどね。装備、ね、装備しなければ、ね、意味がないぞと。はいはい、装備は2ね。真田幸村って装備じゃんいいね。はいはい、ギアビルダーだって今度は、うん、はいはい。入手した一覧、実際に装備してる棒が右と、メインウェポンウィンドウには右手武器左手武器。ほう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 、なるほど。コスチュームウィンドウな。はいはいはい、サノの武器を装備しておるの。装備ねえけど。はあ、装備する場所に応じて形を変えるんだ。スピア、へえ。防具に基本的な性能に差はない。武器は、種類で使える戦技が変化する。なるほどね。忍び刀や鉄砲などいろいろあるぞ。大きさや重さで与えるダメージに差がある。なるほど。いろんな武器を使ってみるのがいい。なるほど。パッシブ。ああ、ヒットポイント増強か。なるほどなるほど。装備してるだけで効果発揮する。なるほどね。おこ、この巻物の武具を自動で拾う欲しいね。早く。ああ、だからデフォルトでつけておいてほしいな。そもそも。わざわざスペースで押さないと取れないからな。ああ。はい。最大 CP が増えると、早速装備してみると良いだろうと。はい。じゃあ。真田幸村装備するか。真田幸村は左手か右手かな。あ、あそこにつけるのね。あ、よかったかな。なんか下の方がいいのかな。上はコスチュームだからね。あ、コスチュームだから影響はないのか。あ、おお、倍になるんだ。あー、いいねいいね。倍になるのは強いな。まあ真田幸村だもんな。あー、でも真田幸村の兵がいる。 青の光の渦を守っている、うん、はいはい、なるほどね。はいはいはい。お前誰なんだ。こいつ誰なんだろうね。あー、はい、あ、そう。はい、山太郎王子を倒すのじゃ。お前誰だ。足柄を全員倒そう。いいだろう。必殺なぎ払い波動。いいね、なぎ払い波動。あ、いい、なぎ払い波動。なぎ払い波動 SP とか、ああ、あるのか。 SP あるね。一回なぎ払い波動で使わないか。あるけど、あれか、連続で打てないってことかな、うん、あー、そういう感じか。うん、多分回復してるね。あ、ほんとは連続で打つと減ってくわ。そうね、減ってくね。あー、あー、出た。はい、出陣。進軍と出陣の違いなんだろうね。ね。あー、デイ、ファーストデイスタート。え、始まったよ。なんか ミニマップがあるから。そうね、ミニマップ。あー、松岡。あ、死んだわ。あ、ちょっと拾わないの。拾わないと。鉄砲。え、急にゲットスキル。スキルか。鉄砲いいね。林崎仁助。林崎仁助いるのかな、本当に。いそう。あ、いて、林崎仁助いて。ああ、一生の深く。はい、ピックアップキー。はい、キー、鍵なんだろうね、鍵って。お、諸岡一はね、諸岡一は弱い。斎藤電気棒いるって、ね、名前強いな。斎藤電気棒。ああ、斎藤電気棒名前強いな。お、上になんかいるな。あ、違う、取ってねえだけか、キーを。ん、あ、何回か拾えるってことか。あー、なんか下にでかいのいるな。渦があるね。はあ、あー、そういうことか。これあれだ、妖怪倒すと。なるほど。これで進撃になるのか。あー、妖怪のとこ行くと進撃か。はいはいはい、妖怪戦うのかな。あー、なんか、何こいつ。あ、名前もないと。名七のゴムだったんだ。ボスがいる。いやー。なんだ、今なんて出た。なんか、大蛇徳川。徳川家康だ。徳川家康じゃん。家康ー。あー、大蛇。大蛇徳川家康。大蛇って書いてる。ほんとだ、うん、おー、なんだそのスキル。いってーいや、避けてくれ。結構ね、ヒットストップがめんどくさくて、ジャンプすれば避けれたかな。あららら、それ痛いわ。うーん、強いね。強いな、こいつ。大蛇なんだこれ。勝てねえか。いやー、でも結構ダメージ入ってるんだよね、まあ。ダメージ与えられれば倒せる。もうエルデンリング脳だね。あ、入ってダメージが入るということは倒せる。倒せるということ。あ、まじ、あ、相手の動き読まないとな。そうだね。あ、これザコや。チャンスだ。ナイス。いいね。チャンスだ。吹っ飛ぶときあるな。めちゃくちゃ吹っ飛ぶときあるな。チャンスだ。
いいね、先制攻撃。いいね。チャンスだ。エルデンリングドーン。お、やばいぞ。ナイス。それちょっと強いかな。えい。えい。ナイス。ああ、なんとその技、メタナイトも来てくれたね。いいメタナイトだ。面白い。おお、パターンいた、パターンいた、パターンいた。クリティカルで8って出るけど。お前すごい、よくな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 い。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。回復はないのか。なさそうだね。うらっ8。うらっ、この波動だけだと8だな、多分。なるほど、なるほど。うわ、それずるいよ。うーん、避けろ。やーい。遠距離からやった方がいいかな。そうだね。うわあ！俺のアイテムが。ああ、真田幸村落としちゃった。真田幸村が。真田幸村。返して、幸村を返して。敗北。もうちょっとだったのに。メタナイトがクソ強いんだよあれ。次へ。なおな。ああああ。ああああ。負けてしもうたようじゃの。まあでも無限つってたからね。確かに。集めた僕が巻き散らして持って。巻物は持ってんのね。ああ、なるほど。はい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 。お地蔵様に返してからまだない要素ね。新しい要素を先に、ね、お地蔵様があるのね。それを取る前に俺は負けちゃったから。はい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 。なんだろう、お地蔵様ってなってるわけだ。さあ立ち上がるのじゃ。え、真田幸村の頭は立ち上がりますか。はい。いいえ。逆にいいえって何すんの。これ終わり、ね、終わりってこと。まあさすがにな。さあ、チュートリアル続きですね。まだ続き、はい。ここが、あ、そうですか。侍の魂が眠る場所。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。真田や。ほんとだ。着替えよう。ああ、見た目変えられるって感じ。ああ、そういうことね。まあまあ、見た目だけでしょうね。なるほど、なるほど。あ、火属性。ああ、なるほど。ついてんの？じゃあいいね。ありがたいね、これは、ね。よりに変わってる人よくいたら武器。ね、あ、完全になったね。あ、もう。え、いいんですか？もういいですか？え、いいですか？ああ、これから倒した武将が出てくるんだったら、出てきたら、ここに収納されて、うん。で、スペースを押すだけで、そいつになれるっていう感じか。ね、ああ、便利だね。もう雪村、お地蔵さんだ。お地蔵さんいた？お地蔵さんだ。まだ解放してないのかな。まだ、そうだね、チュートリアルをやってないっすね。え、じゃあさっきも別に真田幸村の魂みたいにいらなくね。いらないね。あ、出た、デイワン。ファーストデイ。え、強いやん。ああ、しかも連続攻撃が変わったこいつ。波動は？あ、波動もかなり違うね。あ、うん、織田、織田がいた。ああ、なんだった今。いや、ユム言ってくれ、おだけ。おだ、おだひで。いいよ、いいよ。ひでしげかな。いいよ、なおきよ。なんじゃこりゃー。なるほどーっつって、どうやったっつ。なるほどね。なるほどー。なるほどーっつって。なんじゃこりゃは、危ないでかだ。危ないでかだね。ああ、強いな。こいつの連続攻撃強いな。あ、肉じゃなくて、おにぎり。ああ、それが回復だな。ああ、なるほど、なるほど。お、ちょんちょんちょん。いいよ、さだむねが。いいオケ多いな。ああ、いいオケ。兄貴と呼ばせて。なんか、国尾くん身を感じるな。国尾くん、ザコが死ぬとき、なんかすごい情けないことを言うイメージがある。おスピーク。ヒットポイントは機体の体力である。ゼロなら敗北になる。その場にすべての防御をばらまき、戦場が離脱することになるのじゃ。はい。はい、さあ、どっか、さっきのリベンジをしたいね。まあでも、ステージ違うっぽいんだよな。そうだね、変わってるね。うん。壁貫通も決めて。お、夏目義信。ピヨってる。 SP がないのか。連打しすぎたか。そうね。見えづらい、見えづらい。はめろ、はめろ、殺せ、殺す、はめ殺せ。ナイス、はめ殺し。寝不足だったからな。死ぬときにな。情けねえな。悲しいよ。さあ拾って、誘導、誘導。面白そう。お、大久保、大久保忠、忠さ、忠す、なんて呼ぶんだろう。うん、実在すんのかな。ね、大久保ただただよ。ただよも来た。ああ、ただよ。さらばだ、達者でな。ないね、こっちの。こっちないね。ああ、こっちの。矢倉みたいなのあったけど。
まあ、どうだろうね。何も書いてなかったな、もうねだろ。確かになんかアイテムとかあったら光ってそうだもんな。お。なんだこいつ、上に行って。おらー。平井は新吉だ。新吉。ナイスオフィスポイント。大じゃん。ナイス。拡大。拡大か。おおお、我こそは東国武将武やべえのはいるな。ボスっぽいね。本田忠勝だ。いや本田忠勝はちょっとな。いやちょっといいの出してきたね。本田忠勝はちょっと無理かもしれん。ちょっと我々なんかいっぱい巻物を手に入れたしビルドを変えるか。ああでもなんかすげえ強いのになってるよ。なんかついてるないろいろ。ね、ああなるほど。だそれに。なんかそれの1個下にまただから いろいろつければ。あ、そうしよっか。うん。どうしよう。鉄砲。鉄砲ね。鉄砲使ってみたいね。鉄砲さみだれ。鉄砲さみだれ。鉄砲さみだれ防御破壊どうすか。防御破壊。ああ。これは SP が3、あと2個ってこと？あと2個いけんの？じゃあ拡大にする？拡大にしよう。拡大、波動。もう1個いけんの？あ、SP がそう消費だこれ。消費がそうなるよってことだ。なるほどね。いいんじゃん波動で。これ強いだろ。これ大丈夫かな。これで確定 K で確定。あ、何にもなってないって感じかなこれ。あーなるほど、そういう感じか。じゃあもう一回作り直すか。何にもなってないとこあるんだな。鉄砲が、鉄砲がなんか武器になってないのか。どうやって外すんだろうな。消滅が L か。あーなるほど。なんかもったいないな。なんかないかな。鉄砲だけじゃダメかな。ああ、灰色になっちゃうな。月鉄砲？月だけだったら大丈夫。鉄砲は？あ、ダメ。ダメなんだ。月波動は大丈夫そうだな。月波動波動サミダレにしようぜ。月波動波動サミダレな。お、いいね。やってみようよ。あ、できるっぽいね。まあ、薙払いが先だけどね。逆薙払い波動波動炎の次に出るってことでしょ。2段目がこれになったってことか。多分ね。ちょっと試し打ちしてみよう。今の変なやつがもしかして、もしかして俺らが一緒に作ったマジで本当に。え、嘘。そんな、ね、悲しいね今のね。本当か。月さみだれ波動。月さみだれ波動。波動波動波動が。え？連打してみよう。え、月さみだれ波動そんなすごい。なぎ払いなぎ払いなぎ払いとできるよ。まあいいね、なぎ払いなぎ払いなぎ払い。波動波動。波動波動波動。あ、いいんじゃない。波動波動か。いいんじゃない。なぎ払いさんのね波動に行ってみましょう。どうなるか。ああ微妙、はい、あそうね、まあ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 、いいでしょ、まあ、いいでしょ。行くぜ本田。いや無理無理無理、絶対無理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 。いや自信ある自信ある、絶対無理。入れ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 。あ、絶対無理。本田忠勝両夫だからな。めちゃくちゃ強かったわ。お地蔵様チュートリアル。武功に応じて。失った力。まあよくわからんけど。何これ。お地蔵様のメニューじゃ。はあ。チャレンジレストウィンドウね。おお。武功の一覧書いてある。ターゲットウィンドウ。はあ、はあはあ、はいはいはい。なんと達成してますよ。なるほどね。ミッションみたいな感じかな。回収。あ、何が増えたんだろう。わかんねえ。確定してみなされ。ペペレペレペペレペペ、ステータスが上がってくんだ。はい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 。なるほどなるほど。おお、これを押せば達成の武功を一気に回収できる。なるほどなるほど。 OK 全回収。
結構入ってるね。あ、おいしいおいしいおいしい。で、確定させる。で、スペンサイダーチャーシー増えて、専業セット数が1増えた。あ、なるほどね。いいね、いいね。まあ、お嬢さんは大事だと。さあ、ステージ2。とりあえずな。とりあえず。ザコども。ああ、いいねー。ああ、強えよ、おいつ。おらおらい、いいね。ちゃんと波動も仕事してるやん。そう、俺らが作った波動。あ、波動。お、木下、いいぞ。木下茂、木下茂、茂方、茂方じゃないだろうな、多分な。何なんだろうね。茂、なんて呼ぶんだろうね。あの漢字使う武将いるかな。なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。おお、サミダレももらって。サミダレね。お、いいね、衝撃波。本当にいるわ。いい感じだわ。磯部豊直がいるわ。あ、豊直も来てくれたか。調べ、一人一人調べて。まあ実在はするんだろうな。あれ、豊直落ちちゃったよ、豊直。あ、上がってきた。磯部豊直、本当にいるわ。いる。本当にいるわ。ちゃんといるんだな、全部ね。磯部豊直いるわ。くっくっく。戦後から江戸初期までいる人ですね。すごい。じゃあ、全員実在してるんだね、きっとね。あ、山梨に使われてる。囲まれた、囲まれた。やばいやばい。囲まれた。何こいつ。本願寺、あー、知らない。なるほど、本願寺ってことは、あ、違うか。行って行って、これ全部誘導かよ。斎藤道山じゃん。やべ、全員強え、全員強え。奥のやつは、あー、ちょっと痛え。でもダメージ自体は少ないか。そうね、ダメージ自体少ない。いやでも俺逃げるべき、逃げるべき。無理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 。ほら、さすが。うおお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 ステップ、ステップキーゲッツ、ステップ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 。こいつは倒せる、ザコ。オッケーオッケー。お前らでまずレベル上げさせてくれ。オッケー。アニキー。なんか鍵とか、なんかその上の変なドグロマークなんだろうね。怖いね、ボスかな。あ、お地蔵さんじゃん。あ、そういうことか。じゃあ、あ、まあまあ別に。別にそうだね。そうだね、ないもんな。はい、オッケー。お、なんか武器みたいなの光ってるよ。ね、これなんだろうね。あ、おめえか。あ、おめえか。そうだわ。え、組み合わせ初期に戻るのめんどくさ。だるいな。だるだるしいわ。組み合わせ初期に戻るのだるいな。作り直さなきゃいけねえな、もっかいな。え、あいつら倒さなきゃいけねえのか。さすがに無理っぽいけどな。一体一体やればいけるかな。いや、強い。お、でも野球も死ぬじゃん。野球死にそうだね。やるねー。ナイス、野球。野球ゲット。守りの心得、軍配。いや、良さそう。軍配を振る、光の弾を放つ、遠距離攻撃か、鉄砲軍配とかってことかな。でもこれは武器が良くないかもしれないな。槍じゃ、あ、そういうことなのかな、できないかもしれない。なるほどね。軍配か。なんか光ってる人いるな。ハチスカ家政がいるじゃん。あ、これリンゴじゃん、リンゴじゃん。リンゴだ。これ絶対回復だろ。回復した感じする。お、ガードしてくるね。あ、こいつなんだ。戦況動かしてみせよう。強そう。おにぎりいっぱい。ちょっと食らってからにしよう。黒だ。あ、なんか知ってる気がするな。黒田勘兵衛じゃん。兵黒田勘兵衛はまずいぞ。勘兵衛まずい。黒田勘兵衛は絶対強い。勘兵衛はだって飲み込まれてるんだ。まずいまずいまずい。熱い。あ、こいつ強いな。これ勝てないね。ステップステップ肉食だけ食って帰る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 。あ、移動だね。これは無理。あ、びっくりした。なんかみんな強いな。いや、栗山は弱そう。こいつは弱そう。栗山弱そう。ガードされてんだ。でもオッケーオッケー、ナイス。あ、もう許してね。オッケーオッケー。拡大拡大ね。なんかオープンワールドチックだね、結構。そうね、いきなり強い敵がいるとこ行けたりするから、やっぱ自分の能力見合ったところ行かないとな。はいはい。あ、渦ないのか。渦ないんだ。倒さなきゃいけないんだ、あいつらを。いや、無理だが。それ無理だよね。あいつら倒すのは無理だ。あいつはどこ。ザコにもこの様子よ。そう、ザコも厳しい。あ、進撃いけた。よかった。この周りにいるやつを倒せばいいのか。はい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 。おお、女がいる。大きく宿屋です。わずかなお題で。時間も経過しても別にいいよ。経過する分にはいい。うん、
これあれかな、時間が経ってば経つほど敵が強くなっちゃうみたいな感じなのかね。どうなんだろう。小判10枚。安っ、本当に安っ。安いね。ありがとう。うわ、時間もろ進んだ。え、すげえ進んだな。すげー進んだ。すごい進んだね。あ、もう5 days スタートになってるよ。はい。あ、ワープな。進撃。はあ。このゲームやめ時が存在しないけど大丈夫。うん、まあ、ヴァンパイアサバヤももうそうだけど、そうだね。ヴァンパイアサバヤは30分で終わりやん。まあ、確かに。このゲームだって終わりなくね。このゲーム終わりないわ。ああ。うわあ。やめろ、今、チュートリアル。戦国秀久だ。あ、やばいやばいやばい。ちょっともう、な、待って待って。北条いるやん。どうすればいいの、こんな名だたる武将たちが来て。あらららら。いやいやいや、そんな話しかけてる場合か。あ、でもまあこいつでもダメージ通ってるな。あ、いっぱい来てる。あ、逃げろ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 。ダメだ。あー、吉川元春すごいな。秀久来たか。一生懸命右でチュートリアルしてくれるおじさんがいる横で死んでしまった。もう一人結局分かんなかったな、ね、お前あれじゃん、真田装備全部落としたよね。真田装備落としてもらえ、また あそこの像に話しかければ多分全部回収できるから。あ、できるんだ。下にもう一人いるか。あるよね。あれなんだろうね。いや、いいかな。あ、足りないんだ。足りないんだ。じゃあこれセットも集めたりとかしなきゃいけないんだ、ね。とりあえずはまあ、真田幸村セットがあるから、はい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 、序盤はこれで頑張っていろんな武将を倒しては、まあ、入れていくと武器とか揃えて、でちょっと、うん、こう集めた巻物によって、はい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 、技をな自分で作って、ね、っていう感じですかね、うん、ということで、今日は終わりますが、また続きが見たいよという方はね、ぜひともね、高評価をしてください。先行評価たまりましたらまた続きをやっていきます、はいはい、じゃあ今日は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。